演舞開演。どうも、本日はこちら杉本のボンレスピア真剣ハムというものを食べてみたいと思います。なんか今までの中で一番ハムっぽいですね。なんか市販されてるハム、やっとほどけました。結構かなり苦労したな。では切ってみましょう。はい、こちら断面図です。なんか魚肉ソーセージっぽい気もしますね。まあ食べてみればわかりますね。いただきます。これまでに比べるとさっぱりしていて、それがまたいいですね。今まで食べてきたスモールスハム、焼き豚と比べるとちょっとさっぱりとした感じで、塩気とかそういうのが欲しくなるような気もしますが、やっぱり肉厚と旨味が凝縮されていますね。かぶりつくことが夢だったので、こういうハムをかぶりつけて本当に嬉しかったです。さっぱりとしているので、魚肉ソーセージと同じような感覚で味わうのもいいかもしれませんね。焼いてみても美味しいかも。なのでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。